大変なことに気づきました。なんと今日は月曜日です。神ちゃんありがとうございます。いってらっしゃい、おはよう。TikTok のストークがない。あるんだけど載せるにはっていう感じのやつなので、汗とろ汗とろ突き出た今さ。いや、そろそろかなとは思ったんよ。もうしました、ありがとう。はよ、汗汗汗汗はよ。今日はやらないといけないこともたくさんあって、遊びに行った、おはよう。追われてる一日で、はよ。でも今日は仕事だ、気づかなかった。今日はモバイルスイカの設定してたら一日が終わりました。むずい。うん、モバイルスイカね、私もやりました。東京で金欠になった時やばいと思って、もうお金がなくて。便利な世の中ですよね。はよ、じゃあまた抜くの？あっちか、あんまりハレン方のやつか。はよ、なんか上が腫れる下が腫れるみたいなあるよね。どっちか忘れたけど、明日は晴れるかなって言ってた。天気で。モバイルスイカのおかげで、あのお金なかったんですけど、お金の貸し借りすることなく、モバイルスイカだけで生きていくことができたので。
もともとね、クイックペイとかを持っとったけん、カードとか大丈夫だではあったんですけど、交通系がね、交通系はカードに現金をチャージしよったけん、ねえ、コンビニでも使えるし、そうそう便利ですよね。はよ、スマート EX の組み合わせで新幹線のチケットもピコンとタッチするだから、ああそれね、それはやったことないや。はよ、そうそう、ペイペイもやってるんですけど、この前ね、ご飯食べた時に葵ちゃんとちゃんに送金してもらったんですよ。してもらったっていうか、自分が払って二人が返してくれたペイペイでですけど、受け取るの忘れててさ、受け取りあるの知らんかったっていうか、そうそう、入らんのんじゃと思って、そのまますんって、はよ、おごりじゃないの、いや3人じゃなかったんですよね、たまたまそこの時に、送金受け取らずにどこに消えたんだろう、お金ってなって、20ペイ、おはよう、あのね、二人の元に帰ってるんだったらさ、雨さんさんとこの海に落ちて、ファイト、ミチペイは読み取り機にタッチしたときどんな音が鳴りますか？頭が回るよ、ちゃん、呼吸斜めじゃないよ、ちょっと今日に、今日という日に不安を抱いて生きてるんです。今いらっしゃい、だから気になってる、はよ、不安だ、今日という日に不安を抱くってなんかかっこいいからとかってかっこよくないでしょ、ね、
サボっちゃダメよ。イコカもパスピーも持っとるよ。全然自分のせいなんですけどね。不安に思ってるぐらいが思ってるから。そうだよね。来週で8月が終わるって信じられますか？あら早い。そうなんだ。本当だ。あと1週間ぐらい。8月終わったら秋ですか？もう9月に入るってことはもうあれですね、2021年の4分の3終了することになる。おはよう。秋服だ。秋服ってかわいいよね。秋冬が好きかも。服の日9月10日、秋が来れば冬が来るから早い。はじめまして、ありがとうございます。それ上評上うん、また開けるとおしゃれ楽しい。確かに。おはよう。まだだった。焦げ茶が似合う。本当ですか。ニットが好きなんですよね、男性でも女性でも。ニット着る方っていうか、ニット着る方というか着てる人って可愛いなと思う。ニット買いあさります。可愛いよねニットって。でも着たい。お母さん、やっぱなんか仕事の時はさ、最近ちょっとちゃんと服、ちゃんとした服というか、なんかレッスン着とかじゃなくて、レッスンの時はレッスン着になるんですけど、いろいろあれだから、あれはよ。
マーニットいいね。サマーにもニットがあった。レッスン着とかこの前の配信で着てたジャージとか着るんですか。うん、実はカッチリしたジャケット似合う。本当？一人くらいニット着てなかった。うん、部屋が寒かったからね。はよ、なんかね、お腹すいた。マフラー道楽しみ。マフラー、私もマフラー好き。はよマフラーってなんか安心しますよね。昼食食べてありがとう。謎のプリン食べてた。何謎のプリンって。君に似合うと思ったんだ、グレーチェックのマフラー、繋いだ手のひらから、好きだチキン、完璧ではないけど。セットアップね、可愛かったね。白髪中に入れることが多いけど、で外に出すこともある。次の誕生日もお話変わりそうじゃない。どうですかね。 AKB さん2月19あったね。おはよう、おはよう。その曲聴くと冬を感じていいよね。なんか聴くだけで冬を感じる曲、何でもそうだけどさ、聞くだけで季節感を感じられる曲ってすごいよね。はよ、ありがとうございます。ハロウィンソング、確かに。うん、はよ、そういう意味だとサングラスステージって最強の夏曲だったの。ほ本当？嬉しい。はいよ、手編みの経験。なんかちっちゃい時にこうやって本当の手編みを
ことはあるけど、なんか一つのものを作り上げたりしたことはないです。だよね。めっちゃお腹空いてきた。45分に配信終わろうかな。何食べます？わかんない。でもカフェラテのめっちゃ甘いやつ飲みたい。もう昨日の夜からずっと言っとる。ステーキ。マイファクトリーについたので出勤してきます。いってらっしゃい。頑張って。マイファクトリー。はよ、できる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 。きりってめちゃくちゃ好きです。ありがとう。わあ、シュークリーム食べたい。あのさ、クッキー生地、外がなんか固めのやつ大好き。お昼配信今日ないかな。ないと思います。フライドポテトはカリカリ派、モサモサ派、しなしな。なんかしなしなすぎて塩味強めになってるやつが好き。もっさもっさ。なかなかないんですよね。でもなんかあの長いやつとかでさ、なんか中間がそうなってるみたいな、めっちゃ嬉しい。うん、うんが一番美味しい。私は好きです。うんうんがうんうんうんが好きです。スタバのパイナップルとアクト飲んだ。飲んだよ。8月5日とかに飲んだか。ん？うん。長いやつお祭りとかであるのがやっぱちょっと、ああ。な、フリッターポテト？なんかたまたま長いやつ。でもフリッターポテトも好き。うん、桃はなんか果実感が強めで、まあ、パイナップルも強めなんですけど、パイナップルの方がなんかパイン飴みたいな味で、なんか甘いって感じ。果物のなんか甘、果物のなんか本来っぽい味は桃の方が強めだった気がする、私の中では。
そうそうそう。パインもめっちゃ好き。じゃあパインと思う。朝マック食べればいいじゃない。行きたい。あんまりその時間帯にマクドナルドに巡り合ったことがなくて、ハッシュドポテトそんなに食べたことないだから、バーガーキングが好き。うーん、私はシェイクシャックが食べたい。基本あんまりハンバーガー頼まない人なんですけど、シャックは食べたいってなる。1時間だけ授業受けに行ってらっしゃい。頑張れ。握手会行く前は必ず朝マックでした。行けよ、とっとと、とっとと。シェイクシャックは広島ないの。島できたら通うねえって言ってほしいよ。シェイクシャックってバンズ小さくない？そこがいいのかな。あの小さいっていうか、こっちに小さいってこと。おいしい。なんかバンズがとろけるよねシェイクシャックのチーズのポテト、シェイクシャック大阪まで行かなきゃないかな。そうなんですよ、広島から一番近いのはね。悲しい。広島じゃないや、日本7店舗ぐらいじゃないっけあるの。広島にないけど来てほしいチェーン店、シェイクシャック。なんかサラダ専門店来てほしい、おしゃれな。お洋服屋さん来てほしい。あとメイク道具、メイク用品。と、なんだろう、難しいね。あ、イケア。できるってなってできなかったんですよ。広島結構洋服屋さん充実してない？本当？最近ビューティフルピープルにハマってる。かわいい。天丼食べたいな。可愛いですよね。ビューティフルピープル。ハマってるって言っても持ってないんですけどね。見るだけ。
ガマグチバッグかわいい。早速ググってみた。トートバッグやってもいい。うん。ビューティフルピープル。ガマグチのさ、やつかわいい。うちのやつかわいいけど、なんかね、売ってるところと売ってないところがあるっていうか、公式サイトでは売ってなかった気がするもん。違うサイトで売ってるんですよ。私の好きな YouTuber さんが使ってて、かわいいってなった。そうそう、ちょっとね、アニエスベーみたいなこの感じな感じがして好きです。はいよ。ね、かわいいよね。かわいいんですよ。欲しいけど、ちょっと我慢。あ、そうなんだ。広島あるんだ。小さいバッグ結構なんじゃないですか。神戸にサラダボール専門店ある。おお、いいね。プレゼントでもらえば。プレゼントでもらえる金額じゃないの。ゲットしたら見せて。ありがとう。私もね、いっぱい持ってるんですよ、本当に。自分でも思う、多いなって。服とかそういうのってどこで見つけてるの？なんか YouTube 持ってらっしゃるの見たりとか、あとはインスタかな。でも私は全然そんな、ファッションに敏感じゃない。逆に聞きたいですもん、皆さんに。ファッションに敏感な皆さんは、なんか毎回サイトをチェックしてるのかなみたいな。気になる。話し会用の服を勧める音 YouTuber。 新しいジャンルかも。なってみたらどうですか。はよ。うん、
登録か。何のうなずき。方法のうなずき。むしろ流行ってないものを流行らせたいと思いませんか。あんまりないよ。まあでも別に流行りに乗りたいわけでもないことはあるんですけれども、ただなんかお洋服好きの方ってどこで情報を仕入れてるんだろう。ねえ、インスタやりね、頑張ります。時代を追うか時代を作るか。かっこいい。冬って重ね着するからおしゃれできて好き。夏はシンプルになりがち。確かに。はいよ。いいよね。あの上着を脱いでさ、また出てくる服が可愛いみたいな。テンション上がる。マトリョーシカみたいな。上着も気に入ってて可愛いけど、脱いだら脱いでも可愛いみたいな。キュッとするの。レイヤー巡りしにくくなってて。確かに。そうだね。可愛いと思ったから同じの買ってみたのも嬉しい。そう。でも私結構アウトレットとかで服買ったりとかするから、なんか皆さんがねお揃いにしにくいんだよね。なんかどこのですかって聞いていただけることとかはあったりするけど、なんかそうないっていうかゲットできなくてみたいなのがある。島で行く古着屋さん、うん、何個か行ってたけど、そう今までこっこと行ってたから今は一緒に行く人いないかな。最近のみっちゃんおしゃれだと思うの。本店本店マジで行ってらっしゃい。バイト朝からおしゃれかな。ここは福岡の古着屋がいいって言ってる気がする。ありがとう。めっちゃ褒めてくれる。ありがとうございます。難しいよねおしゃれって。
きなカバン欲しくなってきた。うん。何時まで配信です。45分までなので、あと3分です。はいよ。それでは誕生日ももうそろそろ43分30秒くらいになったら。衝動買いは最近はあんまりしないかな。なんかあんまりしないかな多分。今日の時の服良かった？やったぜ。断捨離をさしたけんさ、物増やしたくない精神があって、ちょっと衝動買いは多分抑えられたと思う。今までより。それでは壇上を見ます。13位ソリオさん、12位チョコミントさん、11位シャルルさん、10位瀬戸内のミニマロンさん、9位長谷川さん、8位リョウスケピンクさん、7位イシケンマシーンさん、6位坪井ゆうすけさん、5位セリアさん、4位マモルンさん、3位デブニアンさん、2位中原さん、で1位はルルルンジちゃんゆきさんでした。ありがとう。そして今日のラッキーナンバー22位はゆりちゃんさんちゃいののとろみちゅうごっこさん、ありがとう。それでは今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。月曜日頑張ってください。それではまたね。バイバーイ。私も頑張り